In retrospect, 今から考えてみれば、It was a chaotic evacuation that probably harmed public health most. 人々の健康を、一般の健康を多分最も害したのは、chaotic evacuation。この chaotic evacuation とはね、エバキューションと避難することですよね。ケオティックとどういうふうに訳すかと言いますと、混沌とした、混乱した、秩序を変えた。ここではね、秩序を変えた避難だったんですね。だから政府がそのきちんと秩序を立てて、ここを避難しなさいよ、ここをいつまでやりなさいよというふうなことじゃなくて、もうなんとかさみだれ的にいい加減な判断して避難指示をしたんですね。それをケオティックと言ってるんですね。なかなかこの文章ちょっと難しいですね、ケオティックの訳がね。それで、混乱した避難だと分かんないですよね。In 福島 Prefecture, 2317 people died as a result of this. その結果、2317人死んだんだけど、mostly because of this, 多くの場合はですね、disruption to medical care or suicide。メディカルケアって、医療のディスラプションってのは、これはね、混乱ですね。医療の混乱と自殺。医療の混乱って何実際なの、どういうことなのかよくわかりませんけど、医療診断とか、なんかそういうことですかね、メンタルなコースが、なんていうか、メランコリックな、病気ですよね。That is more than the 1,606 who perished during the earthquake, tsunami, and nuclear meltdown themselves. こうした地震とか津波とかそういうようなことの間に、ペリシュって亡くなったって言うんですね。亡くなった1,606名よりも多い。これ僕ね、この表現が僕ちょっとこれおかしいと思うんですけど、実際には津波で死んだの2万5千人死んだんで、ちょっとなんかこう書いた人はよく分かってないのかなって気がしますね。Some researchers、 リサーチャーってリサーチャーという場合もあるけど、まあ、これは研究者でしょうな。Some researchers argue that government should not have ordered a large scale evacuation at all。 大規模な避難を政府は命令するべきではなかった。もしくはってさらに、should have limited it to weeks rather than years。 政府は数年ではなくて、数週間にそれを限定するべきであった。だから反省としては、ケオティックっていうのはもう本当にドキド動転しちゃって、広域で避難されて、何年にも避難を続けたっていうのは失敗だったと、ここで言ってるんですね。で、Yet it would have been hard to tell a fearful population faced with invisible threat of radiation to stay put or return quickly。 stay put っていうのはそこに留まる。だからリターンなんかクイックさ、ル、ちょっと前の段落戻ってもらっていいですか？どうぞ。2万5千人って言ってますけど、いや、福島、2021年3月9日時点で、あなた福言う通り、島これ福島のだけ。県民はですよね。ごめんごだめん、から、は俺が間違えた。全域で2万6千。ごめん、福島ってことは正しい。い。はい。それで、Yet it would have been hard to tell a fearful population。このポピュレーションって人々のことね。恐怖におののいた人々に語るのは難しかった。なぜかというと、彼らはフェイスウィズインディビルスレートブラディエーション、放射能の見えない脅威に直面していて、トゥステイプットオーリターンクイックリ、家にじっとしているとか、すぐ戻るということに対して人々は恐怖を感じていた。だからそういう人々に説得するのは難しかった、そういう意味ですね。メルトダウン・ディストロイド・コンフィデンス・イン・エクスプロート。メルトダウンがね、専門家の自信を打ち砕いた。で、メルトダウンと経験したことないからね、もう何していいか分からなかったんですね。そういう意味ですね。だコンフィデンスを、自信を打ち砕いた。ラック・感動。感動って言うんです。これはですね、率直さとか。これ、キャンダ。え、キャンダって言うんですか？うん、キャンダ。キャンドゥアじゃない、キャンダ。キャンダ、偏見のなさの欠如っていうか、プロモーション。これはね、まあ、偏見のなさの欠如っていうのは、なんていうか、率直さ、
率直さなさ、あの官僚の、まあ、率直でないこと、まあ、率直でないことですね。でその次にね、あの実態が明らかになると批判を浴びるっていうあの役があるけど、実態を明らかにしなかったこと、ここではね、率直のなさって実態を明らかにしなかったこと、in the early weeks and months、 その最初の数ヶ月で、after disaster、サプトっていうのは、これはね、奪う、信頼を奪う、in the authority、政府の信頼を奪う、push citizen to fill the gap themselves、市民とのギャップを埋めることができなかった。だから、lack of candor っていうのは、実態を明らかにすることができなかった。要するに、実態を明らかにするっていうのは、率直さになれなかったってことですね。このキャンダーっていうのは、率直さとか偏見のなさという意味なんですけど、ちょっともう少し深く解釈しないと、本当のことを率直に言えなかったことが、民主党の距離、ギャップを開かせてしまったというんですね。で、these were so many things that weren't convincing。convincing というのは、これはですね、確信、納得させると。住民を納得させできないことがいっぱいあったと。では、not convincing、納得させる。そう、だから、we decided to get our own data。だから、我々は、住民は、我々自身のデータを得ることにしたのだと。と、小林智子が言う。in owner って民宿のオーナーね。ラディエーションモニター。原子力のをモニターする人、from 南相馬、a city north of plant ですね。Even when the government lifted evacuation order years later, 何年か後で政府が避難勧告をやめた時でさえ、even when でさえ、putting an end to compensation payment to residents of those areas、 この地域の住民に対するコンペンセーションというのは、保証金ですね。賠償金。保証金の支払いをやめて、エバキュエーションをやめたけれども、some protested, 幾人かはプロテスト反対した against what they saw, 彼ら見ているものは as a ploy, 策略 to force people to return under unsafe condition. 安全じゃない状況の下で村に帰らせる策略として彼ら見ていた。人もいたと、ね。センシティビティとラディオアクティビティ。これね、センシティビティと過敏さね。ラディオアクティビティは、これは放射性、放射能に対する過敏さ。depends on mindset。気持ち次第だと。放射能に対する過敏性は気持ち次第だ。depends on mindset。it's difficult to treat as a matter of policy。政策で判断するのは難しいよね。と。says Leo Jun of theリコンストラクションデザインカウンセル、再建デザイン、再建設計委員会、A government advisory panel set up after the disaster. There are more emotional elements. だからそこにはもっと感情的な要素があるんだということですね。で、これで3つ目終わりです。